これを吸着してます。こちらでほぐすと一気に頭皮の緊張がほぐれるのですっきりしますよ。頭皮ケア専門店へようこそいらっしゃいました。頭皮は普段知らないうちに負担をかけてしまってますので、本日はしっかりケアしていきましょうね。はい、頭皮環境を確認させていただきます。失礼します。水分量と油分のバランスから出した頭皮環境 100% 中 13% でございます。すごく低い数字になりますね。こちらは本日 40% ぐらいまでアップさせることができますので、はい、よろしくお願いします。まずはブラッシングしていきます。失礼しますね。ブラッシングは頭皮を刺激して血行を良くしていきます。シャンプーで落としきれないほこりとかフケも落としていきますので、嫌な匂いも改善できますし、頭皮環境が良くなるので健康的な髪が生えてきますよ。お休みになってください。汚れが溜まってるとそれだけで頭が重くなったりするので、しっかり落としていきます。こんな症状はございますか？頭頂部をつまんでも頭皮が突っ張って動かしにくいとか、気がつくといつも考え事をしていたり寝つきが悪かったりしますか？そういったのも頭皮環境が悪くなる原因になってますね。取れてるんですけど、まだ毛穴の詰まりがあるので気手具を使って書き出していきます。失礼しますね。くすぐったくないですか？気持ちいいですか？ありがとうございます。これで汚れを吸着してます。痛いところがあったらおっしゃってくださいね。ここかゆいですか？長めにやりますね。次はカッサを使って血行を良くしていきます。こちらでほぐすと一気に頭皮の緊張がほぐれるのですっきりしますよ。頭痛とか肩こり、めまいに効果的です。きちんと眠ってるのに目が疲れたりしませんか？頭の張りが原因だったりするので、そうなんです。眼精疲労もり改善できますよ。シャンプーするときとか、こういったところをほぐしてあげてくださいね。少し痛いかもしれないです。痛気持ちぐらいのところで止めますね。力加減大丈夫ですか？はーい。後ろが凝ってると肩こりの原因になります。ここをたくさんほぐしましょうね。はだいぶ柔らかくなったんですけど、まだ張ってらっしゃるので、最後頭皮マッサージをしていきます。お首から失礼しますね。痛くないですか？はい、痛くないですか？はい。頭皮が硬いと目の周りの筋肉まで張ってしまいますので、ここからほぐしていきます。後ろからこめかみまでほぐしてほぐして柔らかくします。皮環境を調べますね。アップしましたね。はい。100% に近づけばツヤツヤの髪の毛手に入れることできますので、はい、これからしばらくの間定期的にケアすることをおすすめします。ありがとうございました。